嵐のうちは暗く、風は恐ろしくうなれり。くしくもその様は、赤子を抱く優しきゆりかごのごとく。か。嵐の去った後は至って静か。何の痕跡もないぜ、オーバー。でも、ネロが釣りをしてるっていう地獄の湖は、こんな感じかもな。今日はえらい指摘ですやん、チビ様。どっから思いつきますん、そういうの。本を読めよ、メリー。楽しいぜ。本って紙でできてますねやろ。持ち運びが面倒でかなんわ。光データよりも石板や紙の方が保存性はいいんだぜ。枕にもなるしさ。測定値はどうだ？何か出たか？何もありません。原子すら眠っているかのようです。ガスやダストも出ないのか。もし原因が大型フレアなら、高エネルギー粒子ぐらいは残るはずだぞ。まさかだろ。ここには惑星が一つあったんだぜ。チビ様を回収します。6番カーゴベイ、開け。6番カーゴベイ、開きます。6番カーゴベイ、開きます。ほらほら、ギリギリ働くで。観測継続。チビ様、お疲れ。あ、完全にアリアドネが消失してるな。これは破壊されたって感じじゃない。まるでどこかへ隠されたって感じだ。どこかってどこですね。さてな、隠した張本人に聞くのが手っ取り早いだろ。シェリー、ごくわずかですがプライマーに反応が出ています。間違いありません。火遊びの残り火ってわけか。例の艦隊のその後は？6時間前に救難信号が発せられてからは沈黙を保ったままです。グノーシスか。そら間違いなく全滅やな。そうとも限らんぜ。子供の火遊びは親がきっちり後始末するってのが決まりだろう。なるほど。のこのこ親が出てくるかもしれませんわな。そういうこと。選手回答。これより本艦は連邦艦隊遭難ポイントへ向かう。旧時代の遺物と甘く見ていたよ。情報のリーク元だが、特殊作戦軍諜報局からというところまでは突き止めた。そこから先、プレロ前の誘導ルートについても現在調査中だ。世話をかける。ネズミはどこにでもいるものだ。駆除は任せる。了解した。しかし本当に来ると思うか。来るさ。奴らはそのために存在している。そこがミルチアのアキレス腱でもある。軍へのネゴはしておこう。あとはよろしく頼む。司令。アンドリューか。何の用だ。ゾハルはそのグノーシスに。ですが百式レアリエンを確保しました。現在ジャンカーの貨物船の中です。行き先はミルチア太陽系圏。
プレロマで一度確保したものと同一かと。そちらでは余計なことはするな。は？運送の行動をしろと言っている。全ての事象は確認済みだ。それに合わせて状況も進行中なのだ。ですが即刻帰投しろ。処分はそれからだ。いいな。足元の戦績を照合。アンドリューのマーカーを追跡しろ。はっ。偉くなったもんだな、マーグリス。飼い犬も少しは大事にしてやらんと。いずれ手を噛まれるぞ。貴様か。プロトタイプは俺のものだ。偽りのキルシュバッサーにはもう飽きた。貴様が？ここの雑魚どもに任せるよりは確実だと思うが。いいね、そのむき出しの敵。その矛先でこの俺を貫いてくれよ。待て。案ずるな。あんたの邪魔はしない。目的は一緒だろう。あの男に任せて大丈夫なの？任せてはいない。だが利用価値はある。それだけだ。積んでサメの巣に入るようなもんだ。ビンゴ！ゾハル保護リングの残滓を見っけ。この辺が保管庫だったようだぜ。シェリー、シーケンシングプライマーセット。了解。プライマーウォーキング開始。ゲートイン鉱石を解析します。領域外だったらお手上げだな。まだその辺りをフラフラしててくれることを祈るぜ。あんな奴らにフラフラしててほしいなんて怖ないの？チビ様はグノーシスより怖いもんなんかこの世の中に山ほどあら。どうだ、やっぱりもうあっち側に行ってそうか？そうせかさんといてえな、チビ様。今分析してるとこ。あら、どうした？警官犬、乗客がおったみたいです。ショートジャンプとはね、粋なことしてくれるじゃねえか。こいつら。ああ、間違いね。ルーティック機関だ。メリー、こいつらを片付けて戻る。デュランダルには作業員全員の回収命令。
人的な攻撃艦です。戦績不明。こちらは全兵器コンディションデブラ。インターロック解除。いつでも対応できます。
なりそうだぜ。